言い尽くせないほどのありがとうをお伝えできれば。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。突然ですが、はい、お手紙を書いていただきます。はい、今回の手紙は100文字で書いてください。え、 100文字ですね。一人に100文字しか与えられていなかったら、あなたは誰にどんな言葉を送りたいですか、というルールを設けました。はい、頑張ります。はい、久米さゆりさんは1958年東京都国立市で生まれました。お母様の意向で4歳からピアノを習い始めましたが、中学生になってソングライターの楽しさに目覚め、ピアノから離れました。キリスト教との出会いは小学生の頃、友達に誘われて近くの伝道所に1年通いました。短大在学中、自作の歌をカセットテープに録音してソニーミュージックレコーズに送ったことがきっかけで道が開かれます。電車の中でも作詞作曲をするような日々になり、大ヒット曲「異邦人」は中央線の車内で誕生しました。芸名久保田早紀は順調に芸能界で大活躍。けれど本名の久保田さゆりは戸惑い続け、まさに自分は異邦人だと感じていました。そんな毎日に、自分の音楽のルーツに戻ろう、本当にやりたかった音楽、好きだった世界は何だろうと思いを巡らせた時、子供の頃通っていた日曜学校の賛美歌を思い出したのです。音楽のルーツを見つけ、導かれるように教会に通い始め、1981年に受洗します。1985年結婚した後、進学校に通い献身。現在は音楽宣教師として教会音楽を通して伝道しています。さて、久米さんはどなたに伝えたい言葉を送るのでしょうか。はい、小坂忠さんです。久しぶりにお手紙を書かせていただこうかなと思いました。たくさんあるんですけども、本当にすごくチャーミングな方で、ジョークをふっと言ってくださったりとか、初めてミクタムの事務所に伺った時に、もうすごく優しくって、で温かく迎えてくださって、イメージがすごく壊れました。もっとその専門の音楽とか楽器とか、まあ、作曲とか作詞とか、そういうものだけじゃなくて、どうやって生きていくのが一番素敵なことなのかとか、音楽を超えたものを教えてくださった方なんですね。だから私にとっては人生の先輩でもあるし、師匠じゃないですけども、もしかしたらそういう感じなのかな。中さんはそんなふうに思われたくないよっておっしゃるかもしれないんですけども、まあ、そういう感じはしています。はい、今日は手紙を届けに来ました。いやこれですか。いや、何が書いてあるんだろうね。さゆりちゃんの手紙なんてドキドキしますよ。いいですか、見て。はい、さて、なるほど。いかがでしたか。ああね、嬉しいですね、この一言が。一緒に、まあ、音楽の世界の中からね、救われたものとしては、こういう仲間がいてくれるっていうことはすごく嬉しいことですよ。仲間ですね、やっぱりね、そういう中にいた人しかわからない信仰を、そういう中でどうやって表していくのかとか、そういうことに関してもやっぱり他の人にはなかなかわからない世界だと思うんですね。そういう意味では仲間っていう、僕がさゆりちゃんのことをね、理解するとともに、さゆりちゃんも僕のことをこう理解してくれるんだと思うしね、そういう意味では仲間です。忠さんへ。とてもこの一枚の紙では
言い尽くせないほどのありがとうをお伝えできれば歌うこと、楽器を弾くことの楽しさ、それだけじゃなく、もっと大きく高く深く、そして広い音楽を教えてくださり、心からありがとうございました。久米小百合、嬉しいな。なんか僕も手紙書きたくなりますね、大事な人に。ぜひお願いします。はい、楽しみです。ありがとうございました。どうも。久米小百合さん、大切な方にどうしても伝えたい言葉をお届けいたしました。